あと指導のメンバーあのシリコンバレーに来たメンバー20名プラスそれ以外の122名いるんですけれども皆さん一貫しているのは当然そういったプログラムに応募しているぐらいですから非常にモチベーションは高くてですねあの現状にあ甘んじるような人たちではないやる気はいっぱいあるとただなかなかそのやる気をどうやってアクションに移すか、まあ、テ,ーマテーマであるシンカーからドゥア,ドゥアになるプロセスというのは非常に 悩んでいる人が多いの中でやっぱり一つきっかけとしてはうまく外を使うとつまり社内の中だけで一生懸命動かしてもですねやっぱり嫌な上司がいたりとかなかなか動けないそこに外部の人間を味方につけてうまくこう自分のやりたいことをどんどんアクションにつなげていくっていうようなことができれば日本というのはまだまだ大企業の中にも優秀な人材がいるわけですし。 やれるるとっっっててていいいいいうのはいっぱいあるんじゃないかなか思っていて日本でやっぱベンチャー市場を作る時に当然話題になるのはグーグルとかフェイスブックみたいな1兆円産業を作れるような会社が出てきてほしいなってことを皆関係者が夢を見るわけですけれども残念ながらその1兆円産業を作るためにはグローバルビジネスにしないといけないわけですねアメリカの1兆円産業のビジネスやってる人っていうのは国内の売上比率というのは実は半分以下の会社っていうのはすごく非常に多くてアメリカ国内がでかいから 時価総額が大きいいわけでではないんですよねで翻って日本の会社っていうのはまだ圧倒的に国内の売上比率が高くてやっぱり日本のベンチャーっていうのはまだ非常にドメスティックな思考が強すすぎますなんでそれをやはり変えるためにも早いうちに海外の市場を見て海外の市場の海外の人たちに受けるようなサービスとか製品を作るっていうことがデフォルトで始められるようなビジネスマンなり、えー、もしかして行政の長っていうのを 育成しないとですね日本というのはいつまでたってもいわゆる本当の意味でのグローバル化にはならないですしあのベンチャーの生態系を本当に競争力にあるようにするためにやっぱり外人が参加できるようにしなきゃいけない、えー、かつ外外を取り込めるような企業化を日本からもなきゃいけないということを考えるとやっぱり国内だけでは固まって日本語だけで情報交換して日本,日本円だけでお金を増やしてもですね残念ながらそれはシュリンキングマーケットの中で大きなビジネスが作れるわけないんですよね。 だからやはりそこはいかに海外の情報海外のリソースへのアクセスを増やすかっていうのがこれ今後日本のベンチャー生態系を次のスケールにするためには非常に僕は大きなピースになるんじゃないかなというふうには思ってます。今回私が目をつけたのは日本の大企業の持っているインフラそれはその設備的な資産だったり人的な資産向けの資産だったり。 これをうまく活用して、えー、イノベーティブなことをやるっていうのはまだポテンシャルがあるんじゃないかっていう,いう発想で始めたわけですけれどもこれはやっぱりまだ全然世界的ななな競争力があるなっていうのが正直な実感ですあのゼロから何もないところからですね裸一貫で立ち上げるっていうのはなかなか日本の文化にも向いてないといいますか。 まあそこにそもそも優秀な人材があの要するに社会に甘ぬるしく増えないとですねそういうことできないやっぱ大企業志向が強い間はなかなかいい人材っていうのは外には出てこないのでいわゆる欧米型のベンチャーのやり方っていうのは日本にはなじまないと思っていてただ他方ベンチャー的なやり方を大企業の中で推進するっていうことはいくらでもやり方によっては可能性あるなと思っていて、まあ、今回よく分かったことは日本大企業ってやっぱり技術力があるなとつまりその来た人たちが作ったビジネスプランの完成度を見ればですね どれもがいわゆるアメリカのベンチャーキャピタルが出資する可能性が非常に高いようなものに仕上がりましたのでいわゆるただの思いつきでもなかったしかなり技術的なものがしっかりコアにあるような事業計画が多数上がってきましたのでそこは非常にポテンシャルはあるという感触は持ちましただ最後はやっぱりそれ本当に実践まで結びつける力っていうのがどこから出てくるのかそれは社長がやれって言ってくれるのか外部はこれをやるべきだっていう形で 要するにそういうね足引っ張る人ってのは社会にいっぱいいるわけでいかにそういう人を避けてですねそういう人を突っぱねてやるような力っていうのをそれをどこから持ってくるかっていうのが多分最後の大きななな課題じゃいいかなとううふうに考えていますまさにここで実はなぜ政府が大事かっていうところがポイントだと思うんですけど先ほど申し上げたように 今イノベーターイノベーションに興味を持っている人っていうのは若い人だけじゃなくて中年の人も含めて増えてるんですね一つの問題はそういう人たちが今の職場もしくは今の組織の中でそれを推し進めるだけのエネルギーが足りなかったりとか権限がないとかですねそれをスポンサーしてくれる人がいないっていう問題があるわけですけれどもそこで政府っていうのは最高のいわゆる外の味方になり得るわけですよね政府がこれをやった方がいいよって言ってるって言った場合ですねなかなかやっぱそれで社長にも刺さるわけですよね あの総理が言った政府が言ったこんなにいい口実ってないわけじゃないですか一個上の先輩がいいって言ったこれだと若干迫力ないものもです、ね、やはり政府が支援したんだっていうことをうまくその自分のやりたいことを推進するための 一つつのツールととしててて使うっていういいセンスは僕は僕みんな持つべきだと思っていて実際私がやってることも民間だけでやるってことも実際可能なわけですけれどもテクニカルには。でなんで政府なんかと一緒に組むんだっていう人もいるんですけれどもそこはポイントずれてて私政府を組むことによって私のやろうとしていることがさらに加速させることができるさらに有利に進めることができるってことが分かってるからうまく、えー、お互いの,その強みを使えばいいんじゃないかっていう形であの経産省とも、まあ、政府とも なるべくうまく連携してやりたいなというふうに思ってます。あの、もう人を変えるのって、僕はやり方一つしかないと思っていて、環境を変えるしかないんですよ。要するに、制度を変えたって、お金増やしたって、人って変わらないじゃないですか。結局、環境を変えない限り、人間の性格とか、人の。 気持ちととかモチベーションっってて変えようがないと思ってるんですねそういう意味ではシリコンバレーの環境というのは僕はすごくいい環境だと思っていてそこに日本人をみんな引っ越す必要は全然なくてそこに短期間でもあって行くことによっていい意味での気持ちの切り替えだとかそのモチベーションアップにつながるわけですよね。で人によって本当に人格変わるぐらいの強烈なインパクトを経験する人も出てくると。 だから私はそのシリコンバレーでやった意義っていうのはやったことの中身自体は別に日本でもどこでもできるような話なんですけれどもやっぱりそういった特殊な環境をうまく使うことによって、えー、日本人の中にも眠っていた企業家精神っていうのが呼び起こせるのであればどん,どん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 使うべきだと思っていて、えー、要するに何でもかんでもやっぱり国内でやろう自前主義じゃなくてです、ね、海外でも使えるところをどんどん使ってでそこから戻ってきたその日本人が活躍するような環境を政府としてさらに進めれば うううまく回るんじゃなないいかなというふうににはは個人的には思っていま,すあのまあ今そのだんだんやっぱベンチャーというものの社会的な、まあ、知名度も上がってそのステータスも上がりつつあるんですけれどもやっぱり日本のベンチャーに興味を持っている方若い人に決定的に欠けているのはやはり海外に対しての感度っていうのが非常に 弱いいと思いますつまり海外に行く人が少なくなっているかつ海外の情報を、まあ、英語になるわけですけれども英語の情報をきちんと消化している人っていうのはあまりにも少なすぎていてそれは多分日本語の情報が十分あって日本っていうのは非常に居心地がいいからなかなかその苦労するのっていうのは人間難しいわけですからできないんですけれどもこれからの時代っていうのはあえて自分に負荷をかけるような特にベンチャーとかイノベーションに興味あるような若い人たちはやっぱり英語ベースの情報にどんどん触れてですねやっぱり海外にどんどん出ていくと。 自由が来ちにどんどん外に出てくるっていうことをデフォルトにしていかないとなかなか新しいことは多分できないと思います。なのでそういう意味ではあの大いにですねあの身軽なうちに海外に出ていろんな文化を経験していろいろトライして失敗が致命傷にならないうちにどんどんいっぱい失敗してですねそこから学ぶようなあのプロセスっていうのを習慣化してほしいなというふうに思います。